はい、カリラン見届けたい、見届けたいと見届けたいがかかってるので、はい、見届けたい土パフォーマンスです、はい、死ねとかそういうコメントやめてください、はい、今回もカリランお伝えします。で今回はちょっとこの塗装どうするかっていう話です。まあ、前回ちょっと何色か分かりませんみたいな話だったんですけど、今回ちょっとこの色判明してもう塗装が始まってるみたいなんで、ちょっとそこをお伝えしたいと思います。でまずこのボディカラーについてなんですけど、判明しました。ブルックランズグリーンっていうグリーンでした。これが僕知らなかったんですけれども、なんかレーシングブリティッシュレーシンググリーン、まあ、イギリスの伝統のグリーンあるじゃないですか、あれみたいな感じの色みたいです。でブルックランズグリーンで検索すると、まあ古めのイギリス車から、まあ、最近のからブワーッとこう出てくる感じなんで、まあ、おそらくそういうちょっとイギリス伝統のグリーンじゃないかなと思います。でそのボディカラー、まあ、大体どんな車でもボディのどっかにこうボディのカラー名と、あとカラーコードって言って、その調色に必要な情報記号というか暗号がこう載ってるんですけど、最近の BMW ないんですよね、それが。で大体、まあ、最近、まあ、ここ数年までのはこのストラットの上のとことか、あとこのフェンダーのこういうとことか、あとはこうドア開けたコーションプレートのところに一緒に書いてあったりとかしたんですけど、ロールスどこにもないみたいです。で調べたらなんかミニとか BMW とか、まあ、BMW 系列ですね、最近みんななくなっちゃってるんじゃないかなと思います。僕が調べた限りだと出てきませんでした。で今回じゃあなんでそのブルックランズグリーンだって分かったかっていうとですね、それをちょっと今回お伝えしたいと思います。はい、それじゃあどうやって色が判明したのか、はい、ペインターの高橋さんに解説してもらいたいと思います。はい、はい、もうクソ忙しいのにとっ捕まえてるしょうもないことに付き合わせるっていう、はい、この RM のカメラ、ちょっと待ってください、 RM って何ですか。あ、ごめんなさい、塗装メーカー、はい、そこにカメラが、はい、これ前一回動画で説明しましたよね。説明してますが、はい、もう一回調色カメラって言って、そうです、このドラムの秘密道具みたいので塗装面を見ると、はいはい、そうするとどんな色かっていうのをこうコンピューターで、分析してくれるんですね。なるほど。それってでも前やった時って、はい、なんかその色の成分的なのを分析するだけで、はい、何色かっていうのは確か出なかったですよね。あ、そうですね、そうですよね、ベンツでやってたんで、カラー版、ね、カラーコードの方はもう分かってたところからスタートだったんですけど、はい、今回はそのカラーコード検索からできちゃうんですね。これ できちゃうんですね、はい。まあ、確信はあったんですけどね、念のために。あれあ、これまずこのキャリブレーションをしなきゃいけないんですけど。ああ、なるほどなるほど、はい。まあ、要は 初期設定、そうです、何にも色がついてないもので、はい、まずこれがゼロですよみたいな。全く普通の人にはこうためにならない。いや、でも自分の車がどうやってこうペイントされてるかとか、修理の時にどんなことやってるのかって言えば、ね、はい、はい、知りたいところですよね。そうです、もうやっぱり朝食はできる限りこう遠回りしたくないんで。なるほど、はい、記載がない場合、車両に記載がない場合はカラーコードをこれで引っ張ってきます。カラーコードっていうのがその数字とか、そうです、そうです、アルファベットでこう構成されてる、まあ、はい、それからカラーナンバーと一緒なんですけど、コード数字 で例えば、はい、ベンツで見ると、はい、ベンツの白、白でもいっぱいあるんですね。いっぱいあります、はい。まあ、3コードだったり、はい、ソリッドだったりで、カラーコードが147、まあ、ソリッドの白なんですけど、でその番号が分かるとその配合が分かるんですよね。あ、そうです、そうです。原色が、まあ、白が何グラム、黒が何グラム、白といっても、まあ、黒とか黄色はほぼほぼ入ってるんで、それを足していくっていうのがその配合ですよね。メーカーが出してる配合を作って、そこから微調色していく、はい。でメーカー、いろんなメーカーがあっていろんな色があるんですけど、基本的にはこの組み合わせでできちゃう、ね、そうですね、はい、はい、黒、白、あとは色の三原色の、そうですね、はい、はい、あとはメタリックが入ってるとか入ってないとか、そうですね、はい、で全部できちゃう、はい、でその辺がこれ、はい、今回もそうなんですけど、そのメタリックとパール両方入ってる色っていうのは結構やっぱり癖があるんで、まあ、どっちを足して両方入ってるんですか。あ、両方入ってる色は結構あります。へ
で今キャリブレーションが終わったんで、はい、実際これを車に当てて、はい、測りましょう。じゃあ行きましょう。で実際どうやって使うんですか、教えてください。はい、はい、まあ実際塗装面に、はい、こちらを合わせて、はい、測色していきます。測る色と書いて測色、測色ですね。そうです、はい、言えてません。それを当てると、まあ、5回当てます。はい、失敗しました。で今カメラが見てるわけですよね。そうですね、はい。それともちろんその色もそうだし、そのメタリックが入ってるかとかパールがどのくらい入ってるかとかっていうのも測定してるんですか。はこのカメラでは測色、はい、測定してます。それでメーカーで出してる配合カラーコードと比べてどれが近いかというか、 どの色を使ってるかっていうのを判別してくれるんですか。はい、あと1回です。はい、すごい。はい、そしたらどうするんですか。そしたらパソコンにつなぎます。はい、決まったキーボードのこのアルファベットが黒くなってるのがもう現場で使われてるパソコンっていうありのままをお伝えしますよ。そうですね、はい、あえてやっぱりそこを取り繕ってもしょうがない。大丈夫ですか、これデスクトップ見ちゃまずいファイルとかないですか。大丈夫ですか。いや、もうフルオープンなんで。本当ですか。はい、NG ない。 NG ないです。で、カラートニック、はい、これは今そのカメラで見たやつをパソコンで読み込んでるんですか。そうですね、はい。これが今で、このグリーンがそうですね、はい、これが今読み込んだグリーン、はい、はい、そしてそこからなんでメーカー名とあれが分かるんですか。ここからこの色を、はい、あのパソコンで、はい、この全メーカーの全色、はいはい、全色からこうどれが近いっていうのをこう出してくるんですよね。もう膨大なそのカラーデータとこのカラーに一番近いのはどれかっていうのを出してくれる。そうです、そうです。今これ探してるわけですね。じゃあそうです、これちょっと時間かかるんですね。なるほど。だってもうメーカーって言ったらもう星の数ほどあるわけじゃないですか。いや、星の数ほど、もう色のその中の色各メーカーが出してる色だから本当に半端ないですよ。なるほど。じゃあもうそんな目で見比べるんじゃもうキリがないですね。そうですね、やっぱりこう色番号は結局分からなくて、朝食をこう手探りで始めても結局あれが足りなかったっていうところに気づくまでやっぱり時間がかかるんですよね。なるほど。そうすると結局手間もかかるし、はい、もう部材もかかるし、そうなんですよね。またこう作り直したが早いやってなっちゃうのがやっぱり無駄なんで。でも最終的にお客様にその請求する工賃の部分にも乗っかってきちゃうわけですよね。そこは乗っけられない。まあ乗っけられないじゃないですか、だから。はいはい、はい、あ、そうですね、はいはい、特殊な色でちょっと朝食手間かかるんで乗っけにくださいとかっていうことになっちゃうわけじゃないですか。はい、そうですね。だからそこで近道できるっていうのはもう、はい、もう何しろ時間の短縮にお客様にも大きなメリットがある。はい、はい、で今出たのがこれどういうことですか。一番上がホンダ、ホンダのなんかグリーンに近いですよ。近いですよ、はい、ですけど入ってる配合も間違いなくロールスロイスなんで、はい、まあ、車ロールスロイスですね。あ、はい、なるほど。なんでこっちで朝食するより間違いなくこっちで朝食した方が早い。ああ、なるほど、はい、分析した色的にはこっちのホンダの色の方が近いですけど、はい、配合的にはもうこっちが正解なんで。そうですね、こっちで配合した方が当たりってこと、はい、そうですね。ブルックランズグリーンで分かったと。はい、まあ、見た時にブルックランズグリーンだなってすぐ分かったんです。本当ですか。高橋さんぐらいになると、はい、もう瞬間的にあえて声には出さなかったです。なるほど、入庫した瞬間に分かるみたいなんですけど、はい、あえてちょっと再確認のためにパソコン使って。そうです、再確認ですね、一番大事なところなんで、はい、そういうこと言っててボロクソで編集されますよできる男高橋ですから、はい、というわけでこんな感じで、はい、分かった。ボディからが分かっちゃう。はい、はい、だから本当に
まあ、新車だったら、まあ、お客様に聞くのが、まあ、一番、まあ、簡単というか、まあ、何色で注文しましたか、ポーションプレートを見るのが一番いいんですけど、今回はなくて、はい、最近ない車多いんですよね、BM とか、はいはい、だ特にあと中古で購入された方なんかだと、はい、正式名称とか、はい、カラーコードなんて分からないやつあるんですか、ね、ブックもないとかになるとそうですね、調べた方が早い、ただまあそういう車も、はい、こんなシステムが入ってますので、はい、まあ、最短距離で調色、修理、はいはい、ペイントができますので、はい、まあ、お気軽に何でも、はい、でじゃあこれができるってことは特殊な色でもできるってことですか、例えばフェラーリのテーラーメイドみたいな、まあ、やったことないですけどできると思います、まあ一応理屈としては、はい、そうですね、でこれがない時代は職人さんが一個ずつ目をで見て合わせてってことですよね、はいはい、で膨大な時間と材料費と経験が必要だったってことですね、はいはい、なんでこんなこともやってますんでお気軽に何でもご相談ください、はい、ありがとうございます。こちらはまあ最終的な色です、はい、ここにたどり着くのももう何回も調整してるんですよねそうですね、今回もそうですね、またブロック塗装ぼかしなしなんで、はい、まあ、要はその交換するパーツだけを塗るってことですね、そうです、はい、でできればそのぼかした方が簡単というか間違いないですし色合わせやすいんですよ、はいはい、で交換しないパーツも少しこうふわっとこうぼかして塗ってあげると色の変化が分かりづらくなる、はい、そうですね、はい、で今回こう何回も何回も調色してたどり着いた色がこの色で、はい、これがなんか塗り方が違うんですか、もう分かりません僕には。そうです、これ、まあ、この板上と下で色が違うんですけど塗り方がを変えてるんです、ね、これカメラでお分かりいただけますでしょうか、ちょっと若干色が薄いんですかね、上の方が。そうですね、薄いです、はい、これがなんと同じ色で塗ってるみたいです、はい、塗り方を変えてるだけ、はい、塗り方でこんな色違うんですね、はい、色決めはウェットで、はい、こうウェットのままクリア塗ったもので、こちらはちょっとこうムラを取るのにこう塗料を最後散らすんですけど、その時にこう散らし方が違う。ああ、はい、なるほど。じゃあ厳密に言うとその色の濃さが違うというか。はい、まあ、ドロップコートっていうんですけど、それでこう色をこう整えていく、目を整えていくのにこっちの方がウェット、こちらの方がドライで、あまりのっけずに塗ってる。僕レベルだともう分かりません、はい。そしてなんかこのブルックランズグリーンってなんかすっごいギラギラなんですよね。さすがメタリックとパール両方入ってるだけあって、はいはいはい、メタリックがそのギラギラ出してるんですけど、そうですね、ちょっとこう粗いメタリック、配合には入ってないんですけど粗いメタリックちょっと入れて、なるほど、かなり特殊な色みたいです、はい、であとはロールスの場合はもう特に鏡面塗装なんで、そうですね、はい、これからが大変なわけですよね。そうですね、今回はそうですね、あのコーチラインも入れるし、はい、鏡面だし塗り分けもあるし、もうちょっと全然終わってないですちょっと続きもお伝えしたいと思います、はい、というわけで今回はちょっとマニアックな内容でお届けしました、そのペイントコードだったりのちょっとお話でした。で今絶賛フェンダーから塗装中なんですけれども、一番最初にも言ってたこの問題のコーチライン、ここをどうするか今作戦会議中みたいです。でなんと今日僕が知らなかっただけかもしれないですけど、ここにマンソリーマークを入れるっていうことが発覚しまして、さらに難易度が上がるっていう、まあ、コーチラインこの引くのも多分マスキングして、まあ今のところの作戦だとこうペイントしてちょっとこの筆の質感を出してなんて言ってたんですけど、ここにマンソリーマーク入ると一回途切れちゃうんでそれができないという、そしてマンソリーのマークもどうやって入れるんだっていう、それ今ちょっと検討中なんで、まあ、その辺ちょっと今後詳しくお伝えしたいと思います。もうとてつもないのが出来上がりそうなんで、まあ、ぜひ次回もご視聴ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。